局一匹しか差がないってどうよ。何何を狙ってんだい。私ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ってことで、あのね、じゃあ最初のしずえさんの、しずえさんの言葉がなかったんだけども、今日ね一旦つけて住民に話しかけようとしたところで録画ボタンを押すのを忘れとることに気づくという。でもよかった。初めて1分以内ぐらいに気づいとったけんよかった。何事もなくちょっとコーヒーを飲み干すけど。そしてはい、ハニワ掘り起こします。ハニワ何種類あるんかな。よし、ワンハニワボン。見て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 、色違い。え、これ色も何種類あるんやろねえ。そろそろかぶってきたな、ね、今まで一個もかぶりなしでやってきたのに、ついに種類がかぶって色違いになってきたねえ。マミーさん、虫捕り大会ってワクワクしますね。私あまり得意じゃないですけど、頑張ってたくさん捕まえますね。ダフン、私も頑張って捕まえるよ。虫捕りやる。よし、向かいますか。外は暑いけど虫たちは元気いっぱいよ。私たちも頑張りましょう。素敵ね。台風の後からね、まあ、だいぶ涼しくなってきたけど。おい、また家にいないのか。え、しかもなんかあれやね、めっちゃスポーティーな格好しとるね今日は一日中虫捕り三昧だな。うかうかしてたら俺が全部捕まえちまうからな。なんてな、ガハハ。めっちゃやる気満々やん、もう格好から。いい加減家の中見せてよ新住人さん。いや、虫捕り大会開催中だぞ。秋ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い、楽しみすぎる。虫捕り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。たまったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。要は網一本さえあれば持ち物の空きと気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。ってことで虫捕り大会に参加するかい。今日初めての人は参加費無料だぞ。参加します。まあね、参加費払ったところでめちゃくちゃプラスになるんやけどねお、そうかい、歓迎するぞ。それじゃ今から3分測るからな。どんな虫でもいいからとにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ行くぞ。でも今日まだそんなに虫自体は見かけてない気がするんよね。いつもね、大会が始まって速攻で虫たちがいなくなるんやけどいや、そんなことないかもしれんけど、感覚的にはね、おらんくなるんやけど、今日はね、まだ大会前から一匹も見てないけん。だってあれやんね、季節的にもうセミが飛び寄るというか、セミが止まっとるような時期でもないやろね。今そこに長寿飛び寄ったこれもしかしてあれ、網しまわんと登れん感じ。くっそ、そこは登れるよ。網持っとったって登れるやろ、それぐらいリアルやったらねえ、わざわざしまわんよね。なんか今おったやったね。3匹来たよ。とりあえずなんか順調な感じ。まだ1分も切ってないしね。よしよしよし、うん、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。さあ、あとどうだ。あっちにトンボがおったね今。そっか、この季節はセミじゃなくてトンボの季節か。あ、チョウチョ。チョウチョは一年中おる感じ？いやでもなんか昔とかさ、めっちゃなんか、
蝶々って春のイメージあったんやけど、別に最近も蝶々飛び寄るよね。もちろん一番飛び寄るのはトンボな気がするんやけど、あ、リアルの話ね。トンボめっちゃ飛び寄るけど、蝶々も飛び寄るなってこないだ思い寄ったんよね。バッタも一年中かな。え、めっちゃ順調じゃない今日、やばい。ほら、超順調。ちょっと空気読んでみんなとどまってくれとるわ、虫たち。大会始まったけど、ちょっと追ってくれとるね。あ、待って、行かないで。あっちに行ってしまった。待って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 。ほら、10匹行ったよ。え、今までどれぐらい？ 13 匹ぐらいかな、多くて。15までは行ってなかったような気がするんよね。あー、終わってしまう。10秒切ってしまう。あー、終わる。もういない。うわー。最後。引っかかって終わってしまった。やろうだった。いや、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな？でも1回目で10はいい感じなんじゃないか？チャレンジ中に君が捕まえた虫は、そこのテントの下の虫かごに入っているから確認しておいてくれ。あ、いらなかったらもちろん全部俺が買い取らせてもらうから、その時はぜひ声をかけてくれ。え、めっちゃいい感じなんじゃない？10もあったら。でもまずは結果を発表しとかなきゃな。あ、てかあれよね、1回目の挑戦って参加費も無料な上に、買い取ってくれるけんさ。いや、なんかもう出ていく分何もないっていう。ふんふん、虫かごに入った虫の数は全部で10匹。ん？ 3 匹以上だからボーナス発生だ。すごいじゃないか。全部で12ポイント獲得だ。獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に溜まっていくぞ。ポイントが溜まれば俺が選んだ虫グッズと交換できるんだが、まあ詳しいことは後で聞いてくれ。ランダムじゃなくってさ、いやランダムも楽しいんやけど、ある程度ね、集まった後っても自分で選ばせてほしいよね。延々とダブリがやってくるっていう。はい、買い取ってください。え、いいのか、ごくり。君の虫かごの虫の数は確か10匹。種類は、うん、4080ブリで買い取らせてもらうけどいいかな。なんか思ったよりあれやね、まあ、普通の虫しか入ってなかったけんかな。売ります。ありがとう。持ちきれないお金は袋にまとめて荷物に入れておくと。虫かごは空にしておくから、また大会にチャレンジしてくれ。まあでも2、3分で4000稼げたらいい方か。リアルでもそういう感じのないかな。めちゃくちゃ高額な大会に参加します。今そこでマミーさんが捕まえようとしおるやつを私が横取りする。オッケーオッケー。はい、3分捕まえてきます。次は10匹を超える。あ、ごめんなさい。はい。あの、頑張ってごめんね。スタートっていう直前に声かけたらあんな感じになるんやね。なんかちょっと気まずい感じ。はい、2匹。さっきね、あ、レックスと話しよる途中にさ、トンボもこっちの方で見たんやけど、おー、君たちいいね。バッタ見えてなかったわ。今チョウチョ取りに来たのに。え、めっちゃいいやん。え、今日どうした？なんか虫であふれ返っとるね。ありがとう。拍手してくれた。ほら、近場にめっちゃおるんやけど、ほら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 。まだ2分も切ってないよ。あ、ちょっと違った。どこや。待って、どこ。くそ、すぐそこにおるのに。あー、どこ行った。あー、向こう側行ってしまった。くっ。いや、でももう6匹捕まえとるけんね。あっという間に。さあ、あとは、あ、ちょうちょ、なんかプレゼント飛び寄らん？ほらほら。ほらほら、
ょ、今はね虫取り優先で。あれ、さっきのトンボはもうおらんくなった感じ。くなんてことだ。あ、アメンボーリアン来いよ。くでもあれを待ちよったらなんかな。いや、ちょっとしか時間変わらんかもしれんけど、まあでも待っとったら確実に捕まえれるよね、あれは。来たかな。待って、全然捕まえれてない。よし。でもあれやね、結局もう1分切ったんやけど、最初の6匹までがさ、めちゃくちゃ、あ、まだおるやん、セミ。大丈夫かも、兄さん。最初の6匹までがめちゃくちゃ怒涛な感じやったけど、それ以降そうでもないっていう。つら。ほら、10匹。結局もうあと30分じゃないわ。どんだけやる気だ。30秒もとっくに切ってしまったよ。20秒も切った。一応10は超えた。11。15行きたいんやけどな。あー、無理だ。なんか今飛んだね。何が飛んだんだ。くわー。最初あんだけ怒涛のね、バシ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 って感じで捕まえて、結局1匹しか差がないってどうよ。何を狙ってんだい、私。はい、今回も買い取ってくださいまし。あ、全部、もう全部買い取ってください。どうや、全部で11匹。3匹以上だからボーナス発生。全部で13ポイント。さっき何ポイントやった、11ポイントやったっけ。獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に溜まっていくと同じかな。で、いや、私的にはね、ポイントはメインじゃないんよね。いくらで買い取ってくれるかっていう方なんよ。たった3分でどれだけ買い取ってくれるかっていう。どや、さっきよりはいいんじゃない。そんな変わらねえ。なんか大して変わらねえ。なんてことだよ、おい。元の不要品買取強化キャンペーン。あ、これレックスとかも含まれるんやね。なるほど。こっちは別に何もないかな。あ、ハッスル虫取り大会最後か。お、肩書き素直になれない自分ゲット。虫取り大会とどう関係があるんやろ。ね、ちょっとよくわからん。ここも増える？あと2つ。2、3、4。あと6。あと6つぐらい増える場所あるね。増えるんかな？よし。まあまあまあ。で、ポイント交換しとこう。はい、ポイント交換で。あ、違う、大会参加じゃない、違います。今回はどんなグッズがもらえるか、他のこと。大会に参加してくれた人の虫は高額でも買い取りもさせてもらってるんだが、ポイント交換お願いします。君の今のポイント数は131ポイントか。うん、10ポイント使って商品と交換だな。これは何ですか。おもちゃのゴキブリだ。まだ121ポイント残ってるけど、商品と交換する？します。うん、10ポイント使って商品と交換だな。お、ラグ？テントウムシのラグだ。まだ111ポイント残ってるけど、商品と交換する？とりあえず。これは？アリ塚だ。なるほど。見事に3つともかぶっとるね。やっぱもう全部ゲットしてしまったんだろうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで今回は合計で、まあ、1万近くは稼いだあのたった3分3分で。いや現実にもそういううまい話が欲しいけど、だいたいそういうのは詐欺なんよね。つらー。